い、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。アンドレイ・デイユ、アンドレイ・リンカン、ナチュラル期間終了か。ということで、とんでもないねニュースが舞い込んでまいりました。アンドレイ・デイユ、皆様ご存知でしょうか。ジェレミー・ブエンディア2世としてね、有名なんじゃなかろうかと思いますが、そんな彼がナチュラルだったんだけど、ナチュラルじゃなくなる。さらに細かく言えば、ナチュラルじゃなかった、いや、ナチュラルだった、ナチュラルじゃなかった、ナチュラルになってナチュラルじゃなくなる、そんなことが来月以降起こるという話でございます。そもそもね、アンドレイ・デイユって誰っていう方もいるとは思いますので、簡単にご紹介させていただければと思いますが、IFBB メンズフィジークプロです。マッチョです。イケメンです。以上です。生まれたのは1996年と言われておりまして、なので今年で28歳になるのかなというところでございますが、プロになったのは2017年。彼がまだ21歳の頃ですね。とんでもない若さで、とんでもないこのイケメンでプロになりました。ちなみに当時のコーチはオマール・ベンチュラ、アンドレ・ファーガソンとかレイモンド・エドモンズを見ていたね、人になります。で、2018年、プロになった翌年ですね、またプロデビューはしないんだけれども、エボジェンと契約を結んでハニーランボットがコーチになります。なのでハトクマはジェレミー・ブエンディア2世というふうに呼んでるんだけれども、なぜかといえば、当時ね、今はもう違うけど、ハニーランボットとジェレミーといえば最強のメンズフィジークタッグだったわけで、エボジェンの最高のアスリートだったわけですよね。で、2019年プロデビューに向けて一緒に頑張っていきます。で、プロデビュールーマニアマッスルフェスタですよ。とんでもない華々しいデビュー飾ります。優勝です。やっぱハニーランボットやべえな。そしてこのアンドレイ・デイユとんでもないな。翌年2020年オリンピアに登場、トップ5入りを果たします。本当にとんでもねえ。その後もですね、大会優勝、オリンピアに出場なども繰り返しております。ただ2022年からオリンピアには出場しておらず、2023年に関しては大会にすら出ておりません。今年以降の大会の復帰をほのめかしている、そんな状況、それがアンドレイ・デイユでございます。ちなみにちょっとね、ゆっくり喋ろうと思って早口になっちゃったら申し訳ないんですけど、2018年19年からさ、だからハニーランボットと一緒にトレーニングを始めて FST7 トレーニングっていうのね、開始するわけですよ。で、この FST7 トレーニングっていうのはハニーラボットが提唱してるトレーニングなわけなんだけれどさ、もともとやっぱジェレミー・ブエンディアがずっとそれをやってたのをハトクマは見てたわけ。皆さんも多分ね、見たことあるとは思うんですけれども、なんかこう、胸トレした時にケーブルやって、腕立てやって、なんかこうパンプさせてとかさ、で、グワーってやって腕トレとかもいろんなことやって、それをハトクマ真似してやってたりし、で、それをジェレミーがずっとやってたんだけど、ジェレミー2018年にメンズフィジークで4位かなになって、2019年からちょっと休んだんですよね。で、そのあたりでいろんなことが起きて、動画にしたこともあるんだけど、ハニーラボットとちょっと決別しちゃうことになっちゃうんですね。で、その時とかに、アンドレイ・デイユがいて、やっぱりそれをジェレミーがやってたやつをアンドレイ・デイユがやったりしてて、嬉しいんだけど、なんか、あそこジェレミーだ、っていうような感じにもなってました。早口になってたらすいません。はい。そこはね、いいんですよ。そこはいいんです。で、そんなアンドレイ・デイユ、なんとその大会に出なかった去年2023年にナチュラルになりました。要は、そのナチュラルじゃなかった時に、使ってたものを全部やめたってことですね。なぜかっていう話に関して、真意はわかりません。わかりませんが、なんか健康のため、とか筋肉じゃないところで楽しむためみたいなね話をしておりました。ただ来月で、それで1年ぐらいになるんだけど、また体を戻すと、体に衝撃を走らせると、オリンピアの出場権を取りに行くということで復活をほのめかしております。なのでそのタイミングで動画にさせていただいたというところでもあるんだけれども、はい。ということで、ここからはね、ナチュラルじゃなかった頃とそのナチュラルになったよって言い始めてからの体の変化っていうのをお見せしたいと思いますので、皆様の感想ね、ぜひ教えてください。まずこれ左がね、そのおそらくナチュラルじゃまだなかったであろう2023年の4月頃に投稿されている体、むっちゃマッチョなんですよ。アンドレイ・デイユといえば、やっぱ腕がね、とんでもなく強くて、クラシックフィジークに行くみたいな話もだからありました。上半身がとにかくボリューミーでワイドでやばいから、フロントダブルバイ、バックダブルバイ、めっちゃかっこいいんですよ、これとかね。ただそのなんかいろいろあってクラシック転向はやめてメンズフィジークに戻るみたいになってるんだけれども、とにかく左側がそんな感じで、右側がナチュラルになってから2ヶ月ぐらい経ったよって言って投稿したものになっております。正直右も十分でかい、そこまで大きな変化はないかもしれませんが、肩の大きさであったりとか、なんかちょっと質感が変わってる、質感とかに関してはね、やっぱり左が例えば減量してましたとかだったらやっぱ変わってくるところではあるんだけど、なんかバッギバリな、バッキバキなのかわけわかんない異質な質感ではなくなってきているような印象があります。
で次左側がその2ヶ月になって、右がそこからさらに1ヶ月経った体ですね。なので、まあ、正直ここはね、まあ、体のさ向きも違うし分かりにくいなとは思うんですが、さらにちょっとなんかしぼんでるような気はしなくもないと。で今度左が、まあ、3ヶ月後で右が5ヶ月後になります。なのでこの間で2ヶ月ね間が空いてることになるんだけど、この辺りから体が結構ガラッとね変わってるんじゃないかなというところで、まあ、肩の大きさがさらに小さくなっていたりですとか、胸のボリューム、体全体の厚みというところがちょっと薄くなっているというところで、十分マッチョなんだけれども、あの時のアンドレイ・デイユから見ると細マッチョになりつつあるみたいな、そんなね印象があります。ただ先ほども言った通りさ、アンドレイ・デイユって腕めちゃくちゃ強いんですよ。だからこの時点でもやっぱり腕はすごい太いんですよね。でこれはフレックス・ルイスが引退して、まあ、ナチュラルになったね体というのを公開しておりましたが、フレックス・ルイスもやっぱり前腕であったり腕っていうのはとんでもなく強かった。だからもともとその人が強い部位っていうのはそのまま強く残り続けるのかなという印象が、まあ、あるんですけれども、そこからさらに3ヶ月経ったのがこの右側ですね。ちょっとポージングがもうついちゃってるからさ、比較しにくいんですけれども、ただこのあたり要はだからこれがナチュラルになって8ヶ月9ヶ月とかそんぐらいなわけですよ。腕の太さとかがさすがにちょっと細くなってきてるのかなっていうね。もちろんすんごいピークかっこいい3頭の垂れ具合もかっこいいんですけれども、やっぱりちょっと細くなっている、そんな印象はあります。胸とかもさらに薄くなってるような、まあ、これはちょっとわかりにくいんですけれども、まあ、想像ね、想像大胸筋株側の垂れ具合っていうのがちょっと抑えめになってるのかなっていう印象はありました。で、さっき見せた衝撃ですよ。これ左から右ですね。1ヶ月2ヶ月ぐらいか立ってるんですけれども、まあ11ヶ月ですよ。ナチュラルになって11ヶ月の体です。もうここまで来るとゴリマッチョではなくなってるよね。わかんない、ちょハトクマのねあれがバグってるだけかもしれないです。皆さんのあれがバグってるだけかもしれませんが、まあ、肩の大きさであったり、まあ、腕に関してもここまで来てさすがにちょっと細くはなっている。体全体の厚みっていうのも横向いてませんが、まあおそらく、まあ、これ左側最初に見せた去年の4月、まあ1年前ですよね、比較したら、まあ、確実に細くはなっているであろう、そんな印象的な体でございます。でもう一つ驚愕なのは、まあ、このナチュラルの期間じゃ筋トレも休んでたかっていうとそんなことはないんだよね。5回から6回ぐらい週に筋トレをして、食事は3から4回プラスプロテインシェイクを飲んでこの変化なわけですよ。なので、まあ、肩の大きさであったりとか全体的なバルク、ここにかなり差があるのかなという印象がございます。で、まあ、それが今までなわけですよ。でさらにここからがまた楽しみなのは、アンドレイデイユここから大会復帰に向けて体に衝撃を与え戻していくという話をしておりますので、ここからどのような進化がなされていくのか、どのタイミングで大会に出るのかはまだ分かりませんが、ここもまたね注目できるポイントになるんじゃないかなと思います。日本でも、まあ、世界的にもですね、まあ、顔もかっこいいっていうのもあるんですけど、かなり知名度のあるメンズフィジークプロが、まあ、こういったね公開をしているっていうのもまた面白いことなんですけれども、皆様ぜひね今後のアンドレイ・デイユの進化復活というところはご注目いただきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今年のオリンピアにね出るかは正直微妙だよね。だってあと4ヶ月以内の大会で優勝しなきゃいけないけど、こっから戻してそこに行けるのかがちょっとよくわかんない、っていうので、もしかしたらまあね今年大会には出るけど来年のオリンピア出場を狙いに行くって可能性もねあるんじゃないかなって思ったりしますが、はい、てな感じでまあね今日の動画は終わろうと思います。アンドレイ・デイユがナチュラルだった頃からナチュラルじゃなくなってって、またナチュラルに最近戻ってナチュラルじゃまたなくなるかもみたいな、そんなお話でございました。皆様の感想コメント欄にどんどん書いてください。またよければハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。